大安楽寺は、東京都中央区日本橋小伝馬町にある高野山、新言宗の仏教寺院である。三号は、新高野山。本尊は、十一面観世音菩薩。江戸三十三観音札所第五番札所。かつては、一帯が天馬町老屋敷であり、当時にも、江戸天馬町所形場跡の石踏みが残っている。老屋敷は1875年5月に、 市ヶ谷へと移ったものの、跡地は処刑場跡であることが嫌われ、荒れ果てたままであった。遡って1872年、この地に林家が燃えるのを見た古大山不動員の住職であった大僧城の山品春海は処刑場で亡くなった者たちを慰霊戦と肝心し、1875年に大倉喜八郎、安田善次郎らの寄進を受け送検されたのが大安楽寺である。 寺名の大安学寺の大和、大倉、安は、安田の名に由来する。翌1883年には、高野さんより、工房大師の像を先座し、新田加納山の3号を称した。しかし、1923年の関東大震災による火災で、道羽は消失。1929年に、現在の規模で再建されたという。1954年。 都の史跡指定を受ける、東京メトロ日比谷線小伝馬町駅より徒歩2分。ありがとうございます。